白用鳥は朝鮮民主主義人民共和国の政治家。朝鮮人民軍における軍事称号は上昇。朝鮮労働党軍事工業部第二経済委員会委員長として核兵器や弾道ミサイルなどの兵器の生産を統括した。弾道ミサイル生産の責任者であったことから2012年4月のミサイル発射実験の際には北朝鮮の軍事に関わる。 総責任者であった、僕道春と軍需工業担当初期、開発を担当した主計正東機械工業部部長と、共に一部のメディアから、北ミサイル三人組などと呼ばれた。2009年4月5日のミサイル発射実験にも深く関与したとされている。その名が白頭山血統であることを示唆しているとして、白い大鳥は、実は、 金製鉄の別名であるとの主張が一部にあったが2009年に労働新聞と民主朝鮮が第12期最高人民会議第1回会議で選出された国防委員会の委員全員の顔写真を公開したことでこの主張は事実無根であることが確認された2013年12月の調整宅の粛清後に行われた金国体の国葬と 金正日の死去2周年追悼式に11人の国防委員の内城のみが欠席しており、白が蝶に近い関係であったことから国外逃亡あるいは失脚したのではないかと NHK により報道された。一方、韓国政府は、白は2012年からすでに事実上の引退状態であり、蝶の処刑を受けて国外逃亡した事実はないとしている。 2014年3月に行われた第13期最高人民会議、大議員選挙では大議員に選出されず、同年4月9日の第13期最高人民会議第1回会議で国防委員会委員にも選出されず退任した。また新たに国防委員に選出された張春隆が軍事工業部第2経済委員会委員長に就任したと見られており、これが事実なら、 白と鳥は第二経済委員会委員長からも退任したことになる。ありがとうございます。